今ご覧いただきましたのは、松江市鹿島町に伝わる国の重要無形民俗文化財、佐田親王です。第43回原産年次大会の特別イベントとして披露されました。皆さん、こんにちは。レポーターの中村真紀子です。今月の JIF TV は、第43回原産年次大会と開催地松江市の紹介をお送りいたします。第43回原産年次大会は島根県松江市の国引きメッセなどを会場に4月20日から22日までの3日間開催されました。今大会ではエネルギー供給と温暖化対策の担い手として原子力の将来を考えるを基調テーマに国内外の関係者などおよそ1100名が参加しました。開会セッションでは今井隆会長の所信表明の後、鳩山由紀夫総理大臣の挨拶を近藤陽介経済産業大臣政務官が代読し、原子力平和利用に対する政府の考えを示しました。世界規模で地球温暖化問題に対処するためにも原子力の活用を我が国だけでなく世界に広く展開していく必要があります。政府としても我が国原子力産業の国際展開に向け積極的に貢献してまいります。また開催地を代表して溝口善兵衛島根県知事、松浦正孝松江市長が挨拶を行いました。開会セッションに引き続き特別講演のほか、22日まで各テーマに沿った3つのセッションにおいて各国の状況報告やパネル討論が行われました。原産年次大会は国際会議として毎回海外から大勢の関係者が参加しています。 JIF TV では今回も海外参加者にインタビューを行いました。 Well, it's very important for both of us to know what is going on in the nuclear power plant, respectively in the community. We nearly need to communicate so that there is trust between each other. And if we have trust, we can understand each other. And if we have some difficulties with a problem, with a special issue, so we discuss it. And that's the most important thing, I think, to have trust.特別イベントでは島根県の郷土芸能石見神楽の勇壮な演舞も行われました。その地名の通り、松をはじめとする木々の緑が水面に映える城下町。松江市は古代出雲の中心地として早くから開け、奈良時代には今の県庁にあたる国庁や国分寺が置かれていました。松江城は松江開府の祖堀尾義晴により400年前に築城されたもので、質実剛健の構えが特色です。山陰で唯一残る天守は五層六階の望楼式で、黒塗りの下見板で覆われており、その荘重かつ優美な姿は王子の城郭建築の美しさを今に伝えています。最上階の望楼からは松江の町並みが見渡せ、
雄大な宍道湖も望むことができ、城を訪れた人々の目を楽しませてくれます。松江は懐かし住みよいところ、軒の下まで船が着く。詩人野口雨情がこう読んだように、松江は水と人々の暮らしとの親しさを感じさせる町です。小泉八雲をはじめ、志賀直やら多くの文人がこの町を愛しました。お城や武家屋敷、季節の花々など古き城下町の情緒を十二分に味わうことのできる堀川遊覧船、平成9年に開業しました。船頭さんの案内で川面から見る松江の町、桜の時期はもちろん四季を通じてその風情を楽しめます。過去経済成長とともにこの堀川も生活排水に汚れた時期がありましたが、行政の危機感や松江の美しい自然を愛する市民たちの思いから、行政と市民が一体となって堀川の美しさをよみがえらせたのです。昔は飲み水に恵まれなかった松江の土地柄、人々の水を大切にする心は現在まで脈々と受け継がれているのでしょう。松江を彩るその自然と町並みの美しさは、そこに暮らす人たちの心の美しさによって守られ育まれています。エネルギー安全保障と気候変動問題の解決手段として原子力の評価が世界的に高まっています。そのような中で開催された今回の減産年次大会は、国際社会から寄せられる日本の原子力平和利用への評価と期待の大きさを再認識する機会となったのではないでしょうか。今月の JIF TV、 お別れの時間が参りました。それではここ松江市の国引き滅世より失礼いたします。